Fine-Tune Radio with Rachel Chan。 新年明けましておめでとうございます。2023年もどうぞよろしくお願いします。さあ、今日のテーマは2023年を豊かにするコツです。エイブラハムの、最近のエイブラハムナウの中で、動画の中でとある男性が質問をしていました。この望みに対して具体的に考えるべきなのか、この豊かさを望んでるんだけども、その豊かさの感情をどのように見つければいいのか、この感情が鍵だっていうことは知ってるんですけども、どうすればいいですかっていうアメリカ人の男性の質問に対してです。で、エイブラハムはこう答えました。Watch for it and appreciate it when you see it。 つまり、Watch for it、 この探しなさいっていうことですよね。あるいは見守るっていう表現も近いかもしれません。なんで注意深く見守って、で、見つけたらそれを感謝する、味わい深く感謝するっていうことですね。味わって感謝する。 appreciate it っていうのは感謝だけじゃなくて、何か美味しいものを食べた時に、ああ美味しいなって噛みしめる、味わうっていう時にも使えますし、いろんなこのケースで使うんですけども、この豊かさの何かかけら、ちっちゃなものでもいいんですけども、どんなものでもいいんですけど、見つけたらそれを、ああありがたいなーって温かく味わうような感情ですね。で、もしこの自分が、気持ちがね、感情が、豊かさについて自分が持つ感情があったかいものであれば、もっと具体的になってもいいんですけども、豊かさについて考えた時に心地よくない感情が芽生えたら、 distract yourself、 気をそらしてくださいって言ってるんですね。で、このルールとしては、よくご質問いただくんですけども、何か望みを明確にして思い描いた方がいいのか、豊かさだったらこういう豪華な家に住んで、お給料がこれぐらい入って、こういうレストランに行って、こういうところに旅行して、ホテルはこういうクラスでっていう具体的なものを思い描けばいいのか、どうなんですかっていう質問もたまにいただきますけど、そういう時はですね、自分がそれを考えた時、豊かさについてとか、それにまつわる関連することについて考えた時に、いい感情、心地よい感情が沸き起こってきたら、詳細に思い描いても大丈夫です。でも、ちょっとでも、ああでもなーとか、そんなの無理だよなーとか、今のご時世こうだからなーとか、ちょっとでも、ほんのちょっとでも違和感だったり、モヤモヤとか不安とか何かを感じた時は、むしろ細かく考えないでくださいと。そういう時に無理して思い描こうとしないでください。むしろ気をそらしてください。つまり、一回そのね、豊かさとかについては考えないようにする。一回忘れる。よく忘れた頃に願いが叶う、望みが叶うって言ったりしますけども、そのように心地よくないなと思ったり、そのことを考えた時に、その関連したことに思いを巡らせた時に、あ、違うなって思ったら、なんか違和感感じるなとか、あ、ちょっと怖いな、不安だなとか、そわそわしたりね、したら、ぜひですね、気をそらしてください。で、この Watch for it and appreciate it when you see it っていう言葉なんですけども、この豊かさのかけら、ちっちゃなものでもいいんですけど、種って言った方がいいかもしれないですね、
日常生きてる中で、生活してる中で、ああありがたいな、豊かだなっていうふうに思えるものを見つけるっていうのも一つのポイントになってきます。じゃあそれをどのように見つけるのか、よく私がメンバーさんとかいろんな方にお話ししてるのが、日常の中で、あ、これだけね、蛇口をひねったら水が出てくる環境、こういう地域、こういう国に住むことができてありがたいなとか、外に出るときにこの地球で空気を吸えるのはありがたいなとか、そういった当たり前のことに思えるようなことでも、あーってアプリシエイト、感謝する、味わう。夕日とかもそうですよね。今日もすごく綺麗な夕日が拝めたんですけども、毎日ね、朝日も昇るし、で日も暮れるし、その美しい空を見せてもらえてありがたいなとか、あとは例えば年末年始は横浜の実家と夫のね大阪の実家に行ったんですけども、車で何時間も、私免許持ってませんので夫が一人で運転をするんですよね。これ何時間もね頑張って運転してくれてありがたいなとか、もちろん免許がない私が運転はできませんので、夫しか運転がする人がいないと、で夫が運転するしかないんだけども、それでもやっぱりありがたいなとね。でワンコもいますんで、途中でドッグランのあるサービスエリアとかがあったりしてありがたいなって、そういうこともそうですし、私がいつも皆さんにお伝えするのは卵が好きなんで、夫婦で、あ、これだけね美味しい卵、しかも生卵で食べられる国ってそうそうないんですよね。アメリカとか生卵って食べちゃいけないって、私が当時子供の頃住んでた時も州の法律とかで決まっていて、ダメなんですよね、生で食べちゃなんでそういう好きな卵を、フレッシュな卵を生で食べたり、今目玉焼きでもゆで卵でもポーチドエッグでもスクランブルエッグでも何でもね、これだけいただけるっていうのはありがたいな、それで豊かさを私は感じたりするんですよね。もう卵一つが二つね、世が世ならば卵一つも 手に入らない時代もありましたから、あ、ありがたいなっていう、その今あるものの中から注意深く見つけるっていうのもコツなんですよね。これが Watch for it and appreciate it when you see it っていうことですね。さあまとめましょう。2023年を豊かにするコツ、この豊かさ、今の生活の中でどんなことがあるでしょうか。今何かを変えなくても、ああ素晴らしいな、豊かだなと感謝できることを見つける。でそれをコンスタントにすることができたらですね、この最初は癖がありますので、思考の癖で、あ、豊かさここにはないって、こうならないとお給料が増えないと豊かになれないとか、こうしないと豊かになれないとかね、いろんなこの思い込みだったり、長年ね見てきて聞いてきて体験したことをベースに、何かこの自分の望みに反する思考がバーンって飛び込んでくるかもしれないんですけども、ぜひとも2023年新年はですね、少しでもこの今あるものの中で、今の生活、今の環境の中で、少しでもありがたいなって、感謝だなって軽やかにね思える何かをぜひ見つけてみてください。この言葉っていうのは、感謝、同じ感謝でも、その純粋な感謝と何かを乗り越えなきゃいけない感謝、例えば自分がもし今働いてないとして、夫がとか家族が働いてくれているからとか、例えば逆に妻が働いてくれてるから感謝していますっていう、
そういうものではなくて、もうちょっとね、なんか無条件の感謝、なんか申し訳ないなと思いながら感謝してますっていう、その申し訳ないとか罪悪感とかそういったものが一切混ざらないピュアな感謝のできるものを探してみてください。こう、appreciate、 日本語に直すとありがたいなとか感謝とかね、そういった言葉に置き換わると思うんですけども、同じ言葉でもこのニュアンスっていうのは人によって育ってきた環境だったり、その自分の経験によって言葉に対するニュアンス、受け取り方も変わってきますんで、ぜひそのピュアな、この乗り越えるべき何か、あ、やってもらって申し訳ないな、ありがとうございますとか、何かが混ざらない、何も混ざらない純粋な感謝を探してみてください。これがもっと軽やかなものですね。同じ言葉でも軽やかな感じがして、あったかーくなる、もう思わず笑みになるようなアプリシエーション、感謝だったりありがたやーっていう、ふわんとしたね、なんで言葉では決してなく、そのどういう感情になるかが一番大事ですので、ぜひね、アプリシエイトって英語で言うけども、自分はこういう言葉の方が近いなと思ったら、そっちを採用してあげてください。ぜひその2023年、今回豊かにするコツっていうふうにタイトルをしてますけども、これを、まあ、愛に置き換えてもいいし、何でもいいので、ハッピーにするコツでもいいし、自分の望みをそこに当てはめてみて、それについて注意深く見つける、見守る、 Watch for it、 そして見つけたら Appreciate it、 それを味わい感謝するっていうことですね。でもしあまり心地よくないなと感じたならば、その時点で気をそらしてください。で、無理して一気にバンと行く必要はなくて、1ミリ1ミリこのファインチューンレディオ、心が1ミリでも軽くなるっていうキャッチフレーズをスタート当初から作ってますけども、1ミリずつ気持ちが和らいでいく思考を選び、自分の望む方向に向けてあげる。で、過去の動画でその思考の向きが大事だと、望む方に向いてるか、あるいは望みと反する方向に、逆方向を向いてるか、どっちを向いてますかっていう動画をアップしたことがありますけども、ぜひこの自分の望む方に向き直した上で1ミリ進んで、1ミリ心が軽くなる思考を選びながら、その中で自分が望む何か、それが豊かさなのか、パートナーシップなのか、何なのか、いろいろあると思いますけども、自由なのかあると思いますけども、そこにまつわるこの感覚ですね、どういう感情がその周りにあるか、豊かさだったら、あ、何でも選べる自由とか、好きなことを好きな時にできる自由だったら、その自由っていうかの感覚を自分の中で思い描いてみる。その望みの周りの感情、どういうものの感情があるのか、その感情の場所、まあ、feeling place って英語で言ったりしますけども、自分の欲しいものは物理的なものだったり条件だったりではなく、実はその得た時に感じる感情、実はその感情を望んでいるだけなんで、先にその感情を見つけることができたら、1ミリどころか、まあ、1センチ、10センチ、1メートルと一気に近づけますので、それもね、なんとなくコツとして覚えておいてもらえたら嬉しいです。今あるところでそれを見つけて、そしてその今ある小さな種を見つける練習をしていたら、その種が芽吹いた時の葉っぱを発見するのもできるようになります。その葉っぱを発見し続けてたら、
注意深く見守っていたら、花が開く瞬間も気づけます。花が開く瞬間気づけたらもうそこにいます。なんで小さい種のうちに注意深く見守る。見つけたら愛を込めてお水やりしますよね。水やりもしますよね。光も降り注いで、そういうふうに自分のバイブレーションだったり、自分の感情だったり、自分の思考を大事にしていくと、それをコンスタントに安定してできるようになってくると、芽吹きと花、少しずつそっちの方向に行けるようになりますので、ぜひ2023年豊かにするコツっていうテーマでお話しましたけども、その小さな種、ありがたいなぁと思いながら、ぜひ育ててあげてください。当たり前のように、今までなんで気づかなかったんだろうって思うようなところに、その種は落ちてるかもしれません。ぜひね、この見方を変えてみて、あ、そういえばこれもね、ありがたいことだよなぁと、ね、何か本当に今までなんで見過ごしてきたんだろうっていうところにもあるかもしれませんので、あったかい気持ちで2023年種を見つけ、水やりをして、で、水やりの中には、この種の見つける作業の中には、外側だけじゃないかもしれない。当然自分の内側ですよね。自分の体もそうだし、自分という存在もそうだし、まずは自分からスタートするっていうのも第一歩として最高だと思いますので、そんな23年にしていくことができたら嬉しいです。さあ、今日はですね、ちょっとコメントを読まずにですね、新年のご挨拶とエイブラハムの言葉をご紹介して、で、一曲聴きながらお別れをしたいと思います。トン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 ってバシャールのちょっとカキカキかゆいよーつって書いてるこの音ですね、足が動いてる音が聞こえますけども、バシャールからも、そして上で本田健さんの引き寄せの法則の新訳の第2弾の翻訳を頑張ってくれている夫も上で一緒にいますけども、そんな3人から新年最初のファインチューンレイディオ一曲聴きながらお別れしたいと思います。Fine Tune Radio with Rachel Chan. Today's track is Loving Caliber, Why I Try. Thank you for listening. Bye for now. I can try if you let me. With our lives I am bleeding. Who am I without story?That aren't mine. What I did to achieve you gave me air, thought I had to. I'm untrue, it's not pretty. The truth hurts, and you.'Cause baby